の天使街道ラザッカーがいるが性格オタクラム。天使街道の夢はエンバペ&ハーランド両取り。マドリーはエンバペの決断を待つ。マドリーはハーランドを見失っていない。ハーランドには契約解除条項あり、彼らの未来は二人の女性が鍵を握るバペの母とハーランド代理人。ペレスの夢はこの二人を同時にベルナベウでプレイさせること。そう参加 ASVR。国家支援クラブじゃないのにこの巨額投資を夢見てるのすごいな。バカみたいに節約してきたから財政的には可能、問題は本人たちの意思。サッカー界が壊れてまう独占禁止法じゃないですか。ビニハーランドエンバペは見たいけど、いろいろきつそうやな。褒め大変なことになるし、守備終わるはチームのバランスが一番重要や。どっちかレイヤロビニとロドリもどっちか切り捨てることになるで。ベリンガムかビニシウスくれるなら考えてあげる。決めるとエンドリックというさらに若い化け物がいるじゃん。